開けちゃいけないパンドラの箱、それでも開けずにいられないのが人間ってわけで、開いてみれば出てきたのはまるで劇玩具。あれ、これってリアルロボットアニメじゃなかったわけ？私たち一体どこへ行くんだろう。こらえて蹴り上げた石ころ跳ね返ればダイヤモンドにもなる。すぐ手に入る夢なんて夢じゃないよ。でも必ず叶うと信じてるよ。くじけない君が好き。時あるならそばにずっとずっといるから。 You get money 君らしく誇らしく向かってよ。夢中になった日々が夢のかけらさ。 You get money そのかけらを集めて明日を目指す勇気。確かに何者かが乗っていた形跡があるわね。しかし、そんなことがあるんでしょうか。木星トカゲは全て無人兵器だし。第一、普通の生物はチューリップを通過できないってイネス先生が言ってましたよね。お黙んなさい。とにかく艦内に潜伏中の敵パイロットを探し出すの極秘でね。どうぞご勝手に。なんで俺たち整備班があんなことしなくちゃなんねんだよ。ま、保安部にでも任せれば。おお、そんなことしたらみんなバレちゃうでしょ。パニックになるじゃない。ダメよ、上からも絶対に内密って言われてるんだから。まさかこのデカ物連合軍の新兵器ってなわけじゃないよな。俺たちナデシコと戦わせて実験データを取っていたとかよ。そうなのかしら。ま、しょうがねえ。俺たちの船は俺たちが守る。おお、意外ですな。ネルガルの方針ではしばらくは軍に歩調を合わせるということなのに、月に天下ワクトを迎えに行くのが許可されるとは。4番艦が軍の管理に置かれる前に乗り換えたいという意向もあるらしいけど、私の場合それより天下はアキトの問題ね。会長秘書さんもああいうタイプがお好みで。何よそれ。あのね、男と女を見たらすぐ色恋沙汰にしちゃうのってこの船の悪い癖よ。不愉快だな。私は純粋に研究対象としてあの子を見てるわけ。オッケー？オッケー、できません。はい。これ以上アキトに変なことしないでください。もしそんなことしたらどうするの。殴る、蹴る、引っ叩く。え？でも。わかったわ。じゃあじゃあ、ちゃんと説明いたします。説明。百聞は一見にしかず、火星から月軌道のボソンジャンプ中何かが起きたの。つまり私とアキトの愛の力が奇跡を起こしたわけですね。イネス先生は差し詰め愛のお邪魔。やっぱり来たわね、説明屋さん。当人によればアキト君はかつて火星から地球にボソンジャンプした可能性もあると。つまりアキト君は特別な存在、そういうことでしょ。はい、失礼。そうですよね。要するにアキトは私にとって特別な。そうじゃない。はい。彼の能力を解明することは生体ボソンジャンプの可能性を探求するということよ。そうなれば高度な有人兵器を木星トカゲに送り込める。戦況は一変するわ。何か異常はありませんか。異常って？さあね、別に気づかなかったけど。そうですか。で、何かあったのかい。極秘任務ですので、僕のことはご内密に。
内密に、そりゃしますよね。劇団号って伝説性？ブリッジ並びにその周辺、巻き終わりました。見たか、この包囲網。パイロットはかなりの劇団マニアだ。きっと飛びつく。いつでも来い、どんと来い。ミナト、私降りない。俺にどうしろと言うんだ。ねえ、ミスターホーリーはなんでナデシコに乗ってるの？仕事だから、命令だから。私とあなたのお仕事。ナデシコに乗っているのは仕事だ。木星トカゲには何の恨みもない。そして戦争が終わったら幸せな温かい家庭が待っていればいい。公私混同はしたくない。私はあなたのプライベートなわけ。女を守るために仕事をしているわけじゃない。全巻異常なし。え？あれ、ルリルリ、いつからそこに？最初からいました。あの大丈夫ですよ。私少女ですから大人の話はよくわかりません。私ちょっと汗流してくるから、ルリルリ、あとお願いね。はい。ミナト、なんだ、もうおしまいか。バカ。お前ら。違うよ。ただ下で待機してたら出るに出られなくなって、何も聞いてないぜ。な、小さな牛がモノマネ近藤です。ズバリ公私混同でしょ。バカ。お願い、あの人は六郎兄さんなの。私のたった一人のお兄さんなの。今は暗黒紐宇宙の戦士シックスだ。ナノさん、あいつは敵なんだよ。どうした、劇団が。ならばこちらから行くぞ。どうしてあなたたちが戦わなければならないの。どうして戦わなければならないの。来たな、天空剣。私の方がうまいじゃん。巨悪の戦士として戦う、これが僕たちの使命だ。ちょっと待て。そうだ、これは幻の13話、聖夜の悲劇、サタンクロック M。 そんなことからしくていいけどな。自分に正直に女の子やってるわけでしょ。そこらの会社の OL ならそれでもいいけど、館長なんでしょ。はい、そうです。じゃあどういうつもりでこのなでしこの館長やってるの。え、私は自分が望まれたからここにいます。家や大学では私はいつもお父様の娘ミスマルの長女としか扱われなかったけど、ここでは私は自分が望まれる限りそれに応えられる存在でありたいんです。それだけ？それでおしまい？あとはやっぱ秋田のハートをしっかりゲットしてラブラブモード一直線かな。イライラするのよね、あなた見てると。そこにいるのが当然だって顔して、みんなもどうせお飾りだからって甘い顔して、あなたは一体何がしたいわけ？あなたは館長としてどれほどのことができるの？結構いい館長だと思うけど、自由だし。でもこの人の下で何人死んでるの？恋愛も仕事もどっちもどっちも大切なんていうのは簡単だけど、それは仕事をちゃんとやってる人の話でしょ？あなたは館長としてちゃんとやってるの？このなでしこに最終的に何させるつもりなの？そんなポンポン言ったってしょうがないじゃん。結構ウォンさんは当たり前のことを言ってるんじゃないの？アキト君のお尻を追いかけるのも結構。でもナデシコの館長としてユリカ城にはきちんとしたビジョンや夢はあるのか、私は聞いておきたいな。私は戦争の中で館長になったんです。戦争が続く限りは館を守り抜くことぐらいしか考えつきません。でも戦争の中でも自分たちがどうやって生きれば楽しいのか考えたっていいと思うんです。それでどっちつかずになったら責任どうすんの。ごちそうさま。で、私が言いたいのは、
あなたは艦長のつもりか知れないけど、具体的にどうしたいのか考えられないようじゃ、ただ遊んでるだけってことよ。そんな人に邪魔されたくない。あんたにはあるのかよ、その自分のビジョン。3年以内にネルガルのトップに立つわ。おお。ネルガルのトップに立つということは、事実上地球圏の経済を握るに等しいわ。私は私の力でこの地球の復興を成し遂げたい。私だって戦争に勝ちたいと思っています。そりゃあなたみたいに立派な目標はないかもしれないけど、でも私はナデシコやアキトを守りたい。私たちが自由でいられる場所だから。言うだけなら簡単なのよ。いいんでしょうか、班長。我々には探索の任務が。このまま死んでしまいたい。殺す気か。だって死んでもいいなんて言うから。何やってんの、ウリピー。いや、実は侵入者の探索をな。侵入者？侵入者？凶悪な痴漢が下着を盗んで逃走中って本当ですか？ウリピーが帝徳の命令で覗きをしてたって本当ですか？帝徳が生徒を使って男性の下着を集めてるというのはどういうことですか？変態！だからなんでこうなんのよ！帝徳？バカ。月面とんかつ定食お待ち。レバニラ出るよ。はいよ。出前終わりました。ああ、ご苦労さん。どうだった、ヤマトなんとかと連絡取れたかい？ヤマトなんとかじゃねえよ、ナデシコだろ。ナデシコ。ええ、まあもうこっちに向かっているそうです。そいつはよかった。よかったな、アキボ。ほんとね、うちの人にこき使われるのもあと数日だね。バッキャロ、俺がいつこき使った。いいから上がって飯食っちゃうの。やっぱり間に合わなかったよ、連絡。え、助けるんだって言ってた人？彼女は俺の代わりに死んだんだ。そんな言い方やめよ。私んち前から月にいたでしょ。だから知り合いがいっぱい行っちゃうの見てきたけど、私たちの代わりに隣のうちの人が死んだなんて思わないよ。それじゃあその人たちがまるで、ごめん、わかるよ。でもあの子は死んだんだ。最初の1週間は病室、次はネルガルの人たちに尋問されて、その間ずっと考えてた。自分はどうしてこんなことができたのだろう。どうしてもう一度この2週間を繰り返すことになったのだろうか。俺がもうちょっと早く決意できていれば。だから俺はやり直そうと思った。全部やり直せる。そのために俺はここに来たんだと。でもダメだった。やっぱりやり直せなかった。まだんなことうじうじ考えてんのかよ。言っただろ、この世のことに意味なんてね。それは理屈では分かってるっす。でも何か意味があるはずじゃないですか。俺だけが同じ時間をもう一度生きてきたのには。艦内に侵入者の形跡あり、異星人の可能性もある。非常警戒態勢、できるだけ単独行動は避けて警備班の指示に従うよう。考えてみたら、私たちって木星とかの正体について何も知らないんだね。歴史上人類が火星軌道の外に植民した事実はないんだ。木星トカゲが人類である可能性はありえない。なんかワクワクしちゃってみってもないの。あ、はい。ブリッジに行かないの？呼び出しかかってるけど。え、あ、部屋片付けてから行こうと。手伝おうか。あ、アクアマリン。あ、ダメ。アクアマリン。あ、誰？失礼しました。私は木星圏ガニメデカリストエウロパおよび多衛星小惑星国家間反地球共同連合体突撃宇宙有人部隊少佐白鳥つくもであります。日本語？我々の国家はこの100年木星に繁栄を築いてまいりました。ちょっと教科書読んだことないの？地球人はね、火星までしかコロニー作ったことないのよ。それはあなたたちの歴史に過ぎません。警備班です。何か異常はありませんか？別に。できればブリッジが食堂にお集まりください。はい、ご苦労様。いいの、はるかさん。ボートさん怒るよ。怪我してる人突き出したりするの趣味じゃないもん。それにさ、なんか話聞いてみたいし、とにかく安全なところに。こんなところで何をやっている？非常警戒態勢だぞ。なんかさ、嬉しそうだよね。人追いかけて追い詰めて。お前が危険だと言ってるんだ。いっそ俺の命令だから死ねって言えないの？女性は国の御宝ぞ。それでも軍人か貴様、御用だ、神妙にしろ。御用だ、御用だ。
また夢見たの？同じ夢？まるで子供だな。でもなんであんな夢ばかり。キラキラ光る幻の城か。もしかしたらアキトさんって超古代文明とかの戦士の転生なんじゃないのかな。何それ。だってさ、そうとしか思えないじゃない。素人だったのにナデシコのエースパイロットになったり、生身でテレポートしたり。きっと普通の人と違うんだよ。そんなんじゃないよ俺は。ただなんだ。侵略者どもめ、これ以上悪魔の兵器を作らせるものか。大魔人トルネード。天の助けだな。できれば連合軍の援軍到着前に何とかしたい。なぜ。あれがその理由だ。なでしこ4番艦灼薬、もう一度火星攻略するため極秘建造中なのだ。エルガルがまた軍騙してんすか。頼む、何とか守り抜いてくれ。こんな船なんて火星ももうどうだっていいんす。俺はただ木星トカゲが許せない。あいつらに背を向ける自分も許せないだけなんす。見たか、これが正義の力だ。悪の人型戦闘機め、行くぜ大魔人。こいつ地球に現れたのと同じタイプ。月面フレームは装填エンジンを搭載し、スタンドアローンが可能になっている分反応速度は鈍い。レールガンは接近して撃て。分かってますよ。どうせこいつにグラビティブラストを撃たせるわけにはいきませんからね。驚きましたな。紛れもなく地球人類です。多少遺伝子をいじくった跡はありますが。地球人などと呼ぶな。自分は誇りある木蓮の兵士だ。艦長、月着陸コースに入ります。月面では現在敵巨人タイプとネルガルのエステバリスが交戦中の模様です。え、嘘。アキト大丈夫かな。あ、じゃあとにかくブリッジに。よろしく。その前に捕虜と二人の処分でしょ。今はめぐみさんたちをいじめるよりアキトの命が大事です。よろしいのですな艦長。いいわけない。これは男と女の問題じゃないのよ。戦争なのよ。でも私たち男と女だもんね。艦長も甘いよね。さ、ここらでいいかな。うん。木星トカゲは正体不明の無人兵器って、それでいいじゃない。せっかくみんなの気持ちが盛り上がっているのに、タイミング悪く。いったん、うん、逃げて。え、いや、私は囚われの身だから。うん、ガタガタ言わない。今しかチャンスありません。二人とも、なんてことを。すまない。行くぞ。元気やめろ。そこにはみんなが、戦えないみんながいるんだ。許さないぞ俺の大魔人を。何なんだよ貴様は。燃え盛る俺の正義の炎を消すことはできない。俺は俺の国を守る。たとえこの身が砕け散るとも。お前が木星トカゲなのか。アキト、やっぱりアキトなのね。答えろ貴様は何者なんだ。お前とも生まれる星が違えば友達になれたかもしれない。ねえアキト、もうすぐ着くから頑張ってね。はぁ、うるさい。援軍か、卑怯な。くそ、次に会う時は絶対にやっつけてやる。あ、おい、ちょっと待て。人間なのかよ。そんなバカな。これがあなたのやり方の結果よ艦長。捕虜には逃げられ、しかも逃がしたハルカスを出してレイナード通信士も行方不明。ジュン君、敵は敵だってことだよユリカ。艦長だけじゃ戦えないんだ。ジュン君、仲間を追うなんて気持ちいいんだな。私も行きます。私の責任ですから。おいおい、敵の捕虜が逃げたんだって。ハキト、無事だったの？よかった。
一生懸命私が正しいと思うことしたつもりだったけど間違っていたのかな。許せない。でも私にはこういうやり方しかできないんだ。そんなのありかよ。分かってくれるよね。ああ、うるせえ。とにかくひなぎく逃亡した捕虜を追う。どうしたのアキト、なんかいつもと違うよ。怖いよ。机の下で人が寝てる。さ、監督に話聞かなきゃ。監督の佐藤です。次回はゆりかが館長らしく頑張ります。ゆりか感激。何やってんだお前。あれ、何その荷物。ゲゲンガのセリガマだったの。次回、機動戦艦なでしこ、僕たちの戦争が始まるをみんなで見よう。約束よ、ね。